はい、こんにちは、こんばんは、シャリです。はい、えー、今日こそクライフ引きます。はい、それではいていきましょう。ほんとね、前回のあの、このアイコニックコメントバルセロナのこの動画の低評価率がまじね、多すぎてちょっと笑っちゃったね。皆さんちょ、高評価ぜひ押してください。お願いします。ということで、えー、まあ今日はね、クライフ引いてね、ちょっと高評価ばっか。まあ逆にそっちの方が低評価多いと多くなると思うんだけど、まあ引いていこうと思う。まじでほんとに、出てくれ頼む もう多分バルサはコンプしましたね、おそらく。持ってないのはデコ,デコとあのなんだっけクライフなんで、えー、クライフマジで狙っていく。1点狙い、えー、60回で果たして出るのか、僕の予想は多分出ないです。まあ、正直ね、クライファートがね、なんか結構強かったんだよね、使ってみて。正直出た時はなんかあんま使わないかなみたいな思ったんだけど、あのシュートえぐくねちょ、クライファート持ってるちょ皆さん、持ってるかわかんないけど、マジ クライファート使ってみてください。引いて。本当にクライファートは強い。思ったより強かった。ポストプレイヤーとかね、とかあんまりね、使わないからね。うん。他いる普通、なんか通常戦士でポストプレイヤー。なんか大体ボックス2、ボックスストライカーだよね。ボックス2ではないな。ボックス2、ボックスは中盤だよ。ポストプレイヤーあんまりいないから。ジルーとかどうなんだろうね。ポストプレイヤーな気もするけど、わかんないです。お、デンベル。 まあまあ、デンベラはね、まあ嬉しくはないね、通常選手は。まあ、ピンクが出ない限りには、もう別に、あの、嬉しそうなんて、もうメッシーもうね、めちゃくちゃいるんだよ。メッシー5体くらい出たからね、これで確か回して。ほんと、もうそろそろ出てくれ。もうね、これすぐ引いちゃって終わりにしたいんだけどね。頼むぜ、本当に。来い。来いいや、まあ正直ね、こんな祈ってても、来ないとは来ないんだよね。 てかかなんかあれだね。クラブセレクション、インテルとミランらしいね。もう多分引かないんだけど、引き気はないね。ちょっと、いや、まだ見なくていいか。イブラ、ドルガック、ビダルとかいるんだね。ラウタローとかは、俺はもうフォワード使わないかな。中盤の選手が欲しいね、やっぱり。FP ももう最近引かなくなってきちゃってる。正直ロナウドはもうなんかアイコニックのロナウド僕買ったんで、そっちでいいし。うなん、まあ、そんな、価値が。 な本当ムバッペね、一番最初のガチャで来たのが本当にデカすぎたね。まあ、でもムバッペ持ってない人はまあ、ドンマイドンマイ。ムバッペ強すぎる。もう、こう、知恵に本日2体目とは。あ、どんなルンマい,いんじゃん、ミラン。ちょっとドルンマ回すかいや、でも、俺はちょっと残しとこう。いやっぱ、やっぱでもどんなルンマ回すわ、これ終わったら。ピアニッチ。じゃあ、てことで、ちょっと今からちょっと変わっちゃうけど、あの、どんなルンマ引きます。空きがないだと。 わかりました。え、か、どんなルンマー以外誰かいんのかなミラン。チャルハノフルとか今いたっけちょ、覚えてない。これな、50体ぐらいは抜いていけないんだよね、これ。え、この、金選手は残しとく。なんかね、有能金と交換したいから。ルーク・デヨング。とりあえず銀の選手を全部売って。正直もうメッシュも売りたいぐらいなんだけどね。さすがに売れないっすわ。おシャキ、シャキラスケだーら残しとこう。これ前もやったな。 タグラフィコい,いらねえなし。この FP も正直使わないかんね。これマクトミンもいらないっす。はいはいはい。漫談だ。マクトミンいっぱいいるな、なんか。ジョエリントン。まあね。そうさ、南のゴール決めたよね、やっと。ちょうど1年だったんでしょ、リワプール入って。なんかすごいよね、これ選手放出と。はい、今ね、あとなんかレジェンドのね、レジェンドボックスやってるから、普通に回すのもありなんだけど、でもいらないっすね、正直。 グアリディオラとか持ってないから欲しい気もするけど、まあ、多分使わないんでいいでしょう。ってことで、ちょっとね、ちょっと変わっちゃうけど、このミラン。欲しいのは、えー、ドンナルンマ。チャルハン乗りたわ。フォワードの選手はいらないかな。指紋ケア、いらないかな。ケシエは欲しいな、多分。狙いは、ケシエとドンナルンマ。この、この、金選手たち僕知らないの まあいいや。っていうことで、じゃあ、えー、狙いはどんなルマとキシはい、お願いします。<laughs> いや、これ、ピンクじゃなくてもね、あの、狙いの選手が出るかもしれないっていう期待感。これがやっぱいいね。いやー、2番、誰ですか、これは。タウデ・カラブリア。なんか聞いたことあるかもしんな、ね、い、カラブリアって。いや、でもスキル全然ない。えー、でも守備的サイドバッグか。ちょっとでも、まあ、使ってみたいと今言おうと思ったけど、そんなだな。 お願いします。どんなルンマ来てください。お願いします。どんなルンマかけし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 ,かけしこれイブラじゃない。うーん、イブラヒモビッチに結構俺愛されてんだよね。イブラなんかなんか、前より、前,よりか前ってか結構なんか上がってないなポストプレイヤーなんだ、イブラ。これパスできるよね、しかもこれ。結構もしかして能力値上がってる系かな。まあ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 、イブラはまあ、普通に嬉しいな、でも。 お願いします。どんなルンマかケシェで、もう発狂です。お願いします。どんなルンマかケシェ。ゴールキーパーにゴールキーパーで。いやー、マジかー。セレメキルス。クローサーとかだったら使ってみたけど、クローサーだったっていう。スキルスがいいんな。スキルいっぱいあればなー。多分若いでしょ。ほら、21歳。うーん、スキルいっぱいあればちょっと使ってみたかったけどって感じですね。 はい、じゃあ、えー、本日の、えー、主に戻りましょう。よし、バルセロナ。あれ、本当クラフィクでほんと、暗い引きてくんねえかなほんと、狙いの選手をすべて外していくあたりね、これ。これイ、インテルはこれ引いた方がいい、これ。欲しいのは正直、ビタルぐらいなんだよね。ガリアルディニもうちょっと、ん、スキル少ないし。ハキミは、もあれか、攻撃的、守備、守備能力高くないもんね。 やっぱ惜しいの、ビダル。で、ビダル1点狙いで弾くのは、まあ、ちょっと、きついわ。まあ、クライフ1点狙いで弾くんだけどね。はい。クライフ本当に、出てくれ。うん、コーチーニョ本日3体目。まあ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 。これが普通だね、普通。もうそろそろ来てもいいんじゃないでも。ちょっと早いか、でも。まだ10回くらいしか回してない。いや、20回か。もう20回回してるよ。コーチーニョ本日4体目。いや、出過ぎだな、コーチーニョン。

引いちゃうそっち正直デコ使うならう僕ねあのマラドーナ使うんだよね普通にいやマジこれいやこれもう,もう引けないわこれ引けない引くしかないいやマジかいや来ると思ったんだけどないや来ないちょっと気晴らしに、ね、1回回すかちょっと流れ変えるためにもどうしよう これベイリーとかスパサブついてるよね。あと、このテオエルなんです。もう結構使ってみたい。逆足頻度精度1なんだ。で、フィジカルを81以かとあんのか、スピードはあるよね。で、ボールダッシュがちょっと低い、ディフェンス能力ちょっと低い感じか。まあ、って感じやな。ペレグリーにもこれチャンスメーカーでしょあ2列目からび出しなんだ。でもスキルちょっと少ないね。マディソン。マディソン。 プレゼント。出ないでる。この人持ってんじゃねもう。まあ、いや。暗い服頑張って弾きます。お願いします。クライフさん。いや、ピンク来た時はクライファードかぶりかと思ったけど、じゃなんか、足元見た時に、なんか肌の色まあ、こういうので別差別してる。差別じゃないか。判断だからね。別にいいよね。あ、ピアリッチ、本日2体目かな。はい。 だから、ちょっと、暗いかなって一瞬思ったんだけど、デコでしたっていう話よ。まあ、それが普通ですね。オブスケツ。うーん、ちょっとね、3000、あと7回引いたら1回、ちょっと、休ま、休もう。流れを変えよう、1回。一回流れ変えて、なんか、ちょっと期待した方がいい、多分。ああ、コウチニョ。本日も何回目だ。コウチニョ、今日、コウチニョ日だな。うーん。<coughs> おい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 お前何体だマジで出すぎなんだよクライフヒクライフでしてくれうんクライフ来ら出てくれたらいいんだけどねまあ出るわけないよねでもうそろそろ来てもいいんじゃない来たぞ来たぞチャンスクライフチャンスお願いしますお願いしますお願いしますクライフしかないでしょ来たんじゃねこれはさすがに <laughs> よしやったーやったぜマジで嬉しいセシロックいやマジか、ね、正直俺出ると思わなかったいや神引きだ !30 回ぐらいででこ、えー、とクライフ引いたんで前回ねあの60回も90回ぐらい引いたんだけどねあのクライフアウトしか出なくて本当トマジでいやありがとうございますマジでこれは嬉しい,いや,やっかや とょったぜ。神 <laughs> すぎる。神すぎるっていうか、おかしいわ。ちょっとそれ、とりあえずさっさと育てます。レベル18しか育てなくていいの、ってかもてうれなんだよね,ーーな,んだよねなんかもう、選手育てる選手いなくてさ、なんかずっとコンピューターになんか、チームスピリット上げさせるみたいなことずっとしてるから、いや、ほんと、クライフ。やった、マジか。正直、マジ、出ると思わなかった。やった。 いや、めちゃくちゃ嬉しい。いや、結構余ったね、これに。3000。いや、これは嬉しいな、マジで。いやー、やったー。クライフ。クライフってこれ、総合値何まで上がるんだわかんないんだけど。とりあえずこれね、えー、星にトレーナーを早くいっぱい壊せて、容量開けないといけない。いや、あとちょっとなんだ、これは。じゃあ、あと1体ね、えー、星に。 トレーナーナ食わわせてて能力値見て終わりにしましまょうどう,のどうなんだろうね。多分ね、フィジカルがでもね、あんまないのは知ってんだよ。でも2列目から飛び出しでこういうなんか逆走蹴れる選手って結構多分いない、全然いないよね。フィジカル80人気でもそこそこ十分あるよね。あのこういう選手にしてはいやー、素晴らしい。マジでうれしいわ。えらしこ、ルーレット。 ととかもね、ワンパワンシューン持ってないんだね。初めて知った。まあまあでも、うん、これ、これ、これでもう十分だ。やった。はい、じゃあね、えー、今回は、えー、クライフ弾けたので、えー、これで終わりにしたいと思います。えー、ぜひ、えー、低評価、いや、じゃなくて高評価、えー、よろしくお願いします、えー。ご視聴ありがとうございました。